はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、全日本プロレス DDT 秋山純 DDT レンタル席問題を切る。イエイ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、全日本プロレスの秋山選手が DDT にレンタル移籍をするという問題について語りたいと思っております。はい、この動画を撮っておりますのが、先ほど DDT のテレビショーで会見がありましたよね、とリング上でね、あれを見た直後にこの動画を今撮影させていただいておるんですけれども、すごいことですよね、これはね。まあ、全日本プロレスの秋山選手が DDT にレンタル移籍するというのが確定しました。はい、それで先ほどですね、全日本プロレスの社長の、福田社長、そして、秋山純選手、そして DDT の高木社長が、3人列席してですね、会見を開いてたんですけれども、まず今回この話については DDT 側の打診のようですと。先日から、秋山選手が DDT に参戦してるっていうのは皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、あちらの方でですね、まあ、若手の活性化っていうところで、秋山選手のやっぱりコーチ力であるとか、まあ、それこそ秋山選手の王道っていうところをマインドとして、伝達すべく、DDT の若手相手に戦いをしてたんですけれども、実際反響が相当あったようです、高木社長によると。反響がすごくあって、これまでのゲスト参戦ではなくて、ちゃんとした移籍、まあ、もう本腰を入れて、ぜひ頑張っていただきたいっていう要望を、全日本側に打診をしましたと。まあ、それに関して DDT 側の見解をちょっと私が思うとすると、それもすごく真っ当なことですよねと。やっぱり DDT っていうのは、これまでどのメジャー団体にも属さない、もう本当の、なんて言うんでしょうか、インディーからの団体っていうイメージがありますので、やっぱりそこに昔からあるやっぱり老舗団体の全日本プロレスのマインドっていうのが入り込むことで、やっぱり DDT 自体の底上げにもなるっていうのが、やっぱり見解かなと思っております。それに関して高木社長が行った打診っていうのは本当に至極真っ当だなと私は思ってる次第です。それに対して全日本の社長の福田、社長はやっぱり戦力として、これは全日本プロレスの目線として考えると戦力として大打撃だなっていうところで相当悩んだ模様です。やっぱりそうですよねと。やっぱりジャイアント馬場選手が、ご存命の頃からやっぱり若手が活躍をして、もう王道っていうのも間近で体感して間近で教わった選手、まあ、その唯一今残ってる選手といっても過言ではないですかね。っていうのがやっぱ全日本プロレスの中でいてるっていうのも、その秋山選手が他団体に移籍っていうところになると、やっぱり全日本プロレスの昔からのファンのやっぱアレルギー反応もあるっていうのも当然ね、考えた上での悩みだと思ってます。でもここからが福田社長本当に人格者だなと思ったのが、秋山選手はプロレス界の財産ですと。これをもうしっかり認識してました。そして、業界発展のために、広く後進の育成に尽力を尽くしてもらいたい。尽力してもらいたい。っていうところですね。これをやっぱりおっしゃってたので、本当に素晴らしいなと思ってます。私も、先日、ちょっと前の動画で、秋山選手っていうのはもうプロレス界全体見ての、もう財産であるってもう言った本当にその通りのことっていうのをしっかり福田社長もしっかりと、ご理解いただいて、秋山選手を理解していただいた上での送り出しっていうところになるので、本当に素晴らしいと思ってます。やっぱり先日ね、秋山選手がトースポの記事でも言ってたと思うんですけども、今俺がいなくても大丈夫だろうみたいなね、ちょっと寂しい発言をしてたと思うんですけど、やっぱり良くも悪くも今全日本プロレスっていうのは新しい血が入ってきているところです。でもこれだけはもう間違いないのは、秋山選手が全日から移籍した、いなくなったとし、もう完全移籍した先の話だとしてもですよ、秋山選手の教え、マインドっていうのは今の選手に間違いなく息づいてます、これはもう断言している、だから王道がなくなるとかそういうなんかちょっと解雇主義みたいなのは僕は一切思ってないです。
そこに関しては。うん。まあ、さっきちょっと言っちゃったんですけども、解雇主義だと私はそれを思ってるので、うん。やっぱりどん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 今は、昭和から平成に変わり、そして今は令和時代に変わる中で、プロレス界もどん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 変化していってるものだと思ってますと。うん。その中で、もう昔から見てるファンは、何度も何度もその変化に耐えて、今もプロレスファンをやってるんだと思ってます。うん、例えば、新日本プロレス一つにとってしても、アントニオ猪木さんからの脱却っていうのは完全に今、なされましたよねと。やっぱりアントニオ猪木からの脱却、ストロングスタイルからの脱却っていうところに対して、やっぱりアレルギー反応を持った、ファンの方って絶対多くいらっしゃると思うんですよ。うん。やっぱりその痛みを伴う変化っていうのをしっかり経て今の新日本プロレスの大流星がある。これは結果としてそうなんですよ。そのストロングスタイル、アントニオ猪木さんからの脱却をしたことでファンを離れた人っても当然いらっしゃると思うんですが、結果として今新日本プロレスの大流星があるっていうのはそういうことだと思ってます。だからそれ自体は正解だと僕は思ってます。あくまで私の判断ですけどね。で、まあ、全日本プロレスにつきましても、これは正直、新日もそうですけど、やっぱ新旧ファンいらっしゃると思うんですよ。うん、で、全日からすると、この変化っていうのは、何度目かの変化だと思ってます。うん、もっと言うと、秋山選手っていうのは一度やっぱり全日本を離れてる。やっぱりノアに行ってるっていうのもあったりするので、その時にやっぱりすごく変化っていうのがあって、すごく嘆いて苦しんだファンも多くいらっしゃると思うんですが、やっぱり昔からのファンからすると、やっぱりその秋山選手が戻ってきて、その秋山選手がまた移籍するっていうことに対してですね、やっぱり嘆かれる方も多くいらっしゃるっていうのは、これはもう、嘆くっていうところまではそれも致し方ないのかなと思ってます。そして、新しいファン、からしても、秋山選手いなくなって本当に大丈夫なのっていう、やっぱりそういうね、声があるっていうのも、絶対的に出てくるなと思ってるんですけれども、こちらに関しては先ほどお伝えした通り、全日本プロレス、秋山選手のマインド、魂っていうのは、間違いなく今の選手たちに息づいてるもの、その上で新しい全日本プロレスを作っていこうとしてるので、秋山選手を否定して新しいものになるではなく、秋山選手のマインドをしっかりと受け継いだ上で新しいものを作っていくんだっていう、今の選手たちの強い意志っていうのがあると、私は思っておりますので、そこに関しては、安心してくださいって、僕は思ってます。っていうところですね。で、実際、秋山選手自身も、今回の会見の言葉で、いろいろ言いたいことはあるんですけど、っていう一言はありました。この一言がやっぱり秋山選手、さすがだなと思ったところで、その一言、一体何なのかっていうのは、ファンの方々がしっかり心に思って、で、ああじゃないか、こうじゃないかって考えるのを、しっかり僕たちに、宿題というか、謎かけとして振ってくれたっていうのは、さすが秋山選手だなと思ってます。その上で、しっかりと DDT で尽力していきますっていう言葉がありましたので、秋山選手もしっかりと腹を決めてます。DDT で、しっかり自分自身を活躍させていくっていうことに対してですね。これによって、秋山選手がベルト戦線へ大きく、なんて言うんでしょうか、大手をかけたと言っても過言ではないですよね、と。ひょっとすると、遠藤選手対秋山選手の KOD のシングルマッチっていうのが、見れる日が近くなってるかもしれませんね、というところですよね。まあ、実際今回、オールアウトとも戦いますしね、っていうところで。はい。っていうところです。ですので、まあ私としては、これは業界発展のためにも、やっぱ大きな一歩になるんじゃないかなっていうふうに思ってますっていうのが、今回の秋山選手の移籍問題についてのまとめにはなるんですけども、最後に一点だけ、ちょっとこれはどうしても、スルーできないことだと思ったので、ちょっと最後にこれは第2弾ということで発表させていただくんですけど、今回この秋山選手の移籍に、対してですね、心もとない、つぶや、まあ、リップというか、まあ、クソリップですよね。わかりやすく言うと。クソリップを発した、フォロワー、僕のフォロワーじゃねえや。ツイートやってる人がいらっしゃるっていうところで、それはそれでまた、悪い意味で話題になってましたというところ。うん、私自身も、その方のつぶやきを見てたりしたんですけど、それをまあ、秋山選手が、DDT に移籍しますっていう秋山選手のつぶやきに対してコメント返ししてるので、きっちり秋山選手にその、
ことっていうのも入ってるんですね。うん。まあ、他にも DDT に対してのコメントもあったりしたんですけど、いやもう、秋山選手がいなくなることに対し、前日からいなくなることに対しての嘆くっていう気持ちは、それは思うことは仕方ないと思ってます。っていうのは先ほどお伝えした通りなんですが、こっから先です。そっから移籍する先の DDT っていう段、DDT に対しての、罵詈雑言。もう私からしたらそういう風に見えました。うん。そういったことをつぶやかれてる方が、まあ、ちらちらいらっしゃったっていうのが正直言って、僕は悲しかったですね。まあ、見てみると、私のフォロワーさん、ではなかったので、まあ、何人か言ってたんですけど、私のフォロワーさんの中にはいらっしゃらなかったので、正直言って僕のつぶやきしかり、この動画っていうのはご覧になられてない方なんだろうなって思うんで、ここで言ってもしょうがないかなと思うんですけども、正直言って SNS との向き合い方の相違かなって思ってます。うん。やっぱりその、そういう、その人からしたら、クソリプっていう気持ちはもう一切ないと思うんですけれども、正直、第三者からしたら、それはクソリプ以外の何者でもないわけで、そしてそれを選手に直接ぶつけるっていうこと、うん、それは本当にいかがなものかと思います。やっぱり DDT に対しても本当に失礼だと思いますし、DDT を応援するファン、そして選手に対しても失礼だと思いますし、そしてそこに行って頑張るぞって腹を決めた秋山選手に対しても失礼だと思ってます。うん。そういうことっていうのは本当にやっぱり見ていて気持ちがいいものではなくて、正直僕は、この動画出すまで時間がかかったっていうのはそこにあって、ものすごい憤りがありました。うん、怒り狂ってました、わかりやすく言うと。それをまあ、つぶやきにするのは、マイナスなことだし、その気持ちのまま動画を撮るっていうのはもう意味のないことだと思ってたので、もう同じことをやってることだと思ったので、ここはきっちり冷静になりきった上で今配信をさせていただいてるんですけれども、ここに関しては、先ほどお伝えした通り、SNS との向き合い方だと思ってまして、僕これ2パターンあると思ってます。A パターン、B パターンってある中で、A パターンの方が大多数だと思うんですが、例えばツイッターに関していくと、選手をタグ付けしようがしまいが自分が放った言葉っていうのは検索さえすればフォロワーじゃなくてもそのつぶやきを見ることができるわけですよ。ツイッターっていうのはイコールその自分が入ったつぶやきっていうのは例えば自分以外の人が見てもその選手の人が見ても誰が見ても本当に不快にならないだろうかって考えた上でつぶやく人、これがおそらく大多数の今のツイッターをやってる方々のやられてることだと思ってます。正直言って私もそちら側です。これはちょっと自分自身の話なんですけど、僕つぶやき一個ツイッターでするのに、大体つぶやき作るのにどんな量のつぶやきでも15分から20分ぐらいは時間かけて作ってます。それは接続詞とかのテニオハとかも含めて、あとはこの表現って第三者が見たらどう思うか、一人でも不快になる人はいないかと思う中で、僕はつぶやきに対してそのぐらい時間をかけてやってますと。うん、これまあこの動画についてもそうなんですけどね、なんですけど、だから自分自身は一プロレスファンなんですけれども、ツイッター、そしてこの動画のアカウント含めてプロレスの一メディアとして僕は発信してる気概を持ってやらせてもらってます。だからこそそこまで時間をかけてやってまして、あえてこの場で言わせていただきますし、大多数のツイッターの方がそういった方だと思うんですが、 B パターンの方が時折いらっしゃると。じゃあ B パターンってどういった方なのかというと、完全にもう独り言をつぶやく箱だと思ってる方です。これはフォロワーがいるいない抜きにして、うん、鍵をかける鍵をかけないっていうところで大きく関わってくるところはあるんですけども、少なくとも鍵をかけずにオープンにしてる方からすると、フォロワーがいるいない、その人のフォロワーであるフォローしてる関係なく誰もが検索さえしてしまえば見ることができるわけですよ。当然選手も、例えば選手の名前をつけてつぶやいてたりしたら、その選手でもし検索かければすぐ出てくるわけですね、そういったつぶやきっていうのも。でもそういったことを全く考えずに自分自身の気持ちを吐き出すための箱としてツイッターっていうのを使ってる方がその B パターンに当てはまるのかなと思ってます。でもこれはもう正直言って完全否定してるわけではなくて、独り言をつぶやく箱としてツイッターを使うっていうのも大いに結構なんですよ。うん。
それは。だから、情報を拾うだけの箱として考える方もいらっしゃいますし、自分自身の、やっぱりすごく、今の気持ちっていうのを吐き出すための箱としては、大いに結構なんですが、ただそこに選手の名前を付けたりであるとか、それこそタグ付けをする。そういったことで、一人でも多くの人に、それこそその対選手に対しても、目を、がついてしまう今時代になっちゃってるんですよ。うん。そこを考えるか考えてないのかの差だと思ってます。うん、まあ、考えた上でやってる人もいるかもしれないですけどね。うん。正直言って私そういう人に関しては、その団体宛てにもう手紙を書いて送ればいいと思うんですよ。それこそ昔、SNS とかがなかった時代なんてファンレター、とか今もねファンレターっていうのはやっぱり書いて出されてる方もいらっしゃると思うんですけど、そういった形でねやってくれればまあその選手には届きますし、まあそれをねどう思うかなんですけど、簡単にも吐き捨てるようにそういったことが公共の場で量産されるのか、そういったものをクローズの世界でクローズされた世界の中で手紙を本当にリアルの手紙として読むのかで大きな差があると思いますので、そういったところっていうのはですね本当になくしてほしいなっていうのが僕の今の気持ちになりますね。うん、これに関してははい、というところですので、まあこのご覧になられている皆様は、どちらかというと A パターンの方がほとんどだと思いますので、まあできてるよやってるよっていう方がほとんどだと思いますんでね、あれだと思うんですけれども、まあある意味反面教師っていう形でですね受け止めて、いつ自分がそうなってもおかしくないやっぱりねツールを使ってますので、そういったことっていうのをやっぱ一つでもね、事前に防止をして、より良い、一人でも多くの、自分のツイートを見てですね、一人でも多くの人が、まあ、喜んでいただけるようなね、つぶやきをしていただける人が増えてくると、より、多分、プロレス界隈の中でのタイムラインっていうのもですね、非常により華やかなものになってくるんかなと思ってますので、この動画を配信をさせていただきましたという形です。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか？ね、僕、私、俺はこう思ったっていうのをですね、ぜひ皆様、この動画のコメント欄、ツイッターのコメント欄、ツイッターの DM 欄までどしどしとお寄せください。そして、この動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この団体のこの選手について、この団体のこの出来事について語ってくださいみたいなものがありましたら、遠慮なく私まで直接ぶつけていただければ、ちょっとかなりお時間をいただくかもですけども、形にして、皆様にお届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。正直言って、リクエストをいただいて、かなり時間をいただいて、るっていうのは重々承知です。正直言って皆様の、リクエストしていただいている情報っていうのは全て私、パソコンで管理をさせていただいて、誰がどの、リクエストしていただいたかもちゃんと把握をさせていただいております。かなりお時間をいただいている方もいらっしゃると思うんですけども、必ず形にしてお届けしたいと思っておりますので、これからも皆さん遠慮なく私までリクエストよろしくお願いします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますというわけで、最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。